始まる西日本最大級のモーターショー。会場のメインステージではスーパー GT ドライバーによるトークショーが行われたほか、緊張しますよね。GT マシンも展示され、大迫力のエンジン音がファンを魅了していた。そんな会場にみんなは何を目当てに来ているのかを聞き込み、キング谷口信輝とともに口コミで面白い車を探す。ついていったらコテコテのカスタムカーとご対面。ディープな大阪車文化の洗礼を受ける。確かにこれは何話集がします。あなたは何見にオートメッセージ。なんかこう全身ね、それこそもうなんかどっかの車メーカーの服着てますみたいな人とか、ちょっと若い男性聞いてみようかな。若い男性、彼なんどうですか、カメラの持ってる。はい君、はい君。ちなみに今日はお一人でここ来て、はい、ということは相当、まあ、カメラも持たれてますし、車がお好き。車好きですね。今回この会場には何を見に来ました？スープラ。スープラね。いや、あそこか。17年ぶりに復活したトヨタスープラ。大阪オートメッセでは車内も公開され、世界初となる乗車体験が行われた。スポーティーなインテリアがファンの期待を高めている。見ましたもん。見ました。どうでした？乗った朝乗ってどうでした？めっちゃ良かったっす。めちゃくちゃ良かった。めちゃ良かった。なるほど。カスタムカーではないのでスルー。急にっぽくなったでしょ。ぽいですね。あーぽいぽい。二人がやってきたのは会場の中でも特にやんちゃな車が集まるエリア。これは面白そうな車がありそうだ。見てこのリム。なんでこうしようと思うのかがすごい。すごいね。ちょっとお話お聞きしてもいいですか？今日は今このゾーンですけれども、なんか目当ての車があって見に来たんですか？あそこに止まってる東京カスタムカーで優秀賞を取った GTR があるんですよ。ちょっと行ってみますか、せっかくなんで。じゃあちょっと連れてっていただいてもいいですか？ありがとうございます。ちょっと案内してもらっていいですか？東京カスタムカーの優秀賞。並んでいる車はどれも派手派手。たどり着いたお目当ての車は、あ、これがチューニングカー部門で優秀賞を取った GTR。 東京オートサロンだね。これを見に来たんですか？目当てで。先月の東京オートサロンで優秀賞に輝いた日産 GTR のチューニングカーが大阪でも出展されていた。どこら辺がお気に入りで？全体的にも見た目ですね。はい、逆にでもなんか僕なんかが見ると結構さ、チューニングカーにしてはシンプルな印象なんですけど、これの金庫の見てどうですか？ブルーチューンでしょ。ブルーチューン。ブルーチューン。ブルーチューン。このね、はい、フェンダーもすごく実は膨らましてやったりとか、はいはい、ロールガーも、はい、普通あのこういうガセットと言われるものが、はい、前のピラー、 A ピラーとかにはやってるけど、こういう C ピラーとかにやってるのがあんまないし、はい、エンジンからボディから全てやってやる、思いつくこと全てやったんだろうなっていう。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。レースは R33、エンジンはなんと1000馬力にチューンナップ。車好きについていったらとんでもない GTR に巡り合えた。近くにいらっしゃるのでいいですか？お二人でいらっしゃるんですか？はい、今日は、はい、ちなみにこの会場で目当ての車何を見に来ました？そうですね、結構いろいろあるんですけど、はいはい、まあ、あのスーパー GT のマシンはもちろんですし、はいはい、あとレクサスの車とか、はいはい、とにかくあの幅広い改造してる結構派手な車とかね、はいはい、あとワンボックスカーとかも結構興味があって、はい、それで見に来ました。間違いなく車好き。一番気になってる車あります？そうですね、なんかね、
まあ、F1 カラーに近いようなランボルギーニを1号館か2号館かどっちかで見ましたよ。 F1 カラーに近いランボルギーニ行ってみますか。案内していただいていいですか。はい、じゃあ行きましょう。ちなみに今回この番組 GT プラスという番組なんですけど、はい、ご存知ですか。知ってますよ。あの結構ねレースウィークの時とか撮って見てるんですよ。ああよかったです、ありがとうございます。はい、ちなみに GT はどこを応援してるんでしょうね。300は結構いろいろありますけどね。この辺がまずはやっぱグッドスマイルレーシング。さあさあスーパーカーがよく並んでたとこやったんで、はいはい、スーパーカーが並んでる今もうあれフェラーリ見えてます。あ、はいはい、ああ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 りました。いやすごいな。あ、かなり人がちょっといますけど、はい、あれですね、まさにあの車です。往年のモータースポーツファンには懐かしいこのカラーリング、はい、さあやってまいりました。こちらはリバティーウォークですかね。リバティーウォーク、はいはい、この車、はい、この車がかなり印象強かったということですね。かつてサーキットを沸かせたマルティーニカラーをランボルギーニアベンタドールに施してある。このガルウィングです。あ、なるほど。これはでもまあ改造はしてないからね。そういうのね、やっぱり元があのガルウィングになってますもんね、はいはい、でもかっこいいなっていう印象がある。この車でいうと、はい、あの LB さんがこのフェンダーとかをね、はい、フェンダーを引っ付けて、はい、車高を下げて、とにかくエアロパースでかっこよくしてて、はい、さらに際立つ辺はこのマルティネカラーが、かっこよくしてる感じですよね。はい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 、この車が気に入ったと。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、このランボルギーニを手掛けたのは GT マシンのようなマッスルなカスタムを得意とするリバティーウォーク。他にもド派手カスタムのスーパーカーがずらりと並んでいた。大阪魂に煽られキングのテンションも上がる。関西っていう雰囲気がもうもろ出てますよね。あれです、ちょっと気になる一台。車好きの血が騒いだのか気になる車の元へ。これはまたすごいな。これ何ですか。これこれはサニトラなんですけど、はいはい、サニトラ顔がスカイライン、はいはい、これかなり可愛いなと思って。これはすごい。日産サニートラックをアコスカのフロントマスクでスポーティーに変身させている。出品者なんですけど、なんでこうなったんですか。サニトラって昔からある、ねえ比べてください。こっち軽トラなんですけど、はい、大きさ全然ちっちゃいでしょ、はいはい、なのに排気量は1400、はいはい、ちょっと面白い走り方ができる、はいはいはい、で中途半端に年食ってる僕らなんかはやっぱり興味が昔からあった車、はいはい、プラモデルなんですわ、僕らにとっては。本来貨物用のトラックにオーバーフェンダーやいかついホイール、車高調整が自由自在なエアサスペンションを搭載。車好きが本能の赴くままに作り上げたまさに大人のプラモデルだ。今日結構もういろいろ車を見られました。あ、ちょっとしかり、あ、そっか。じゃあなんか見た中で印象に残った車とかあります。あのね、キーリベントとかあの辺のやつが気になりました。これまたいかつい車が並んでるぞ。結構車がお好きなんですか。はい、ああそうです、はい、関西出身で。僕和歌山。和歌山、和歌山県から毎年来ているという熱狂的な車好き、お目当てはこちら。なぜここが、なぜここが気になる。こういうの好きなんで。どういうところが。低いところ。低いところ。黒くて低いのが好き。普段何の車に乗ってるんですか。プリウス。プリウス。プリウスは低くして。車高はこの通りベッタベタ。高級ファミリーカーなのにかなり攻めている。やっぱね、私見て思うのはやっぱエアサスがどんどん増えてきてるね。はあはあはあ、便利ですからね。いざという時
ときはってことですかね。だから、あの動かすときはシュッと上げて、はいはい、見せるときはシュッと下げてみたいなね、はいはいはい、エアーサスペンションはコンプレッサーで空気圧を調整することで車高を自由に変えられる。展示するときはご覧の通りベッタベタ。ちょっとお話伺ってもいいですか。ちょっとあの iPhone ケースすごくないですか。まず上手くしよう。別に大丈夫、怒らないから、怒らないから。ちなみに今日は結構見られました、車。昨日から。あ、昨日から。じゃあ相当見ましたね。もう一番印象に残ったのは何？何？あー、それ来た。それいいね。キングも太鼓判を押すカスタムカーとは。早速案内してもらった。あれですね。まさか。あれですね。僕なんか見た気がするんですけど。チラチラしか見えないですね。すごい。これは。その影からしか見えないですけど。ちょっと行ってみましょうかね。近くまで。こちらですか。これって何年か前にあの GTR の金の。そう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 。3年前の記憶が蘇る。 GTR ですかね。金閣寺じゃないですかね。金閣寺だ。これ金閣寺ですよ。この金閣寺のように輝く GTR を手掛けたショップの新作がこちら。銀ギラ銀に輝くシボレーインパラ。これはかなり記憶に残ってる。まあ、残りますよね。毎年毎年このクールさんってこういう趣向をやってますけど、毎年驚かされますね。多分ね、1年でできないと思うんですよ、これ。きっと。ありがとうございます。ありがとうございました。この装飾はボディの上に下地を盛り、そこに手作業で彫刻している。内装だけで1年。ベース車両は50年以上前の車。そのためレストアを含めると2年がかりの作業だったという。気になる価格は検討中とのこと。安くても数千万はするそうです。お話聞いていいですか。あのもうここに来られてだいぶ時間経ちました。はい、経ちました。何か記憶に残ってる、何かインパクトある車はありましたか。車はないけど兄さんが一番インパクトあったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。よう頑張ってくれてありがとう。オートメッセ万歳。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 シャムにやるじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。キャッチ。今日はもう結構見られました。はい、午前中。午前中から。なんかその中で気になった車あります？あと、6A か B の方にあったランボルギーニ。 6A にあったランボルギーニ。いけてる。じゃあ俺たちが今から4ホールから6ホールまで案内してくれるほどいいやつなんだよね。はい、じゃあ行きましょう。結構行きますか。いくつ今？何歳？高校生。高校生をここまで熱くさせるランボルギーニ、これは気になる。さあ、2人が声を揃えてかっこよかったという車。おお、確かに。これはもう練習感ですね、これね。もうね、見る限りだって、まあ、確かにこれはかっこいいよね。高校生を熱くさせたのはランボルギーニ・ウラカンのレーシングモデルだった。ちなみに2人 スーパー GT は見てます？いや、見てないです。でも今年からちょっと見たいな。お、鈴鹿に。あ、鈴鹿に行きたい。サーキットでお待ちしています。続いて2人はスーパー GT のブースへ。いや、だいぶ見ましたね。はい。あ、もうこれ知ってますよ、このセガのゲーム。
あ、これ、はい、やったことあります、ゲームセンターで。そうそう、はい、息子と一緒に、ね、この SWDC っていうこのセガのゲーム、去年この会場で確かプレーオープンというかやらせてもらったんですよ、はい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 、今回もあるとちょっとやってみます、やりましょう、やりましょう、やりましょう、できんの？え？SWDC はゲームセンターで遊べるスーパー GT のゲーム。現在腕自慢たちが熱い対戦を繰り広げている。ということで中尾はチャンピオンマシンデイブリック NSX をセレクト、谷口はキーパー LC500 を選び対戦。スーパー GT も開催されるスポーツランドスゴーを3周で競う。それではスタート。いきなり2番手のキング谷口が仕掛ける。見事オーバーテイク。遅れを取った中尾だが残り2周最終コーナーでキングを捉えた。キングに勝てるのか。ファイナルラップに突入。中尾が前に出た。しかしキングすぐさま逆転。2人は本当のレースのようにガチモード。残りは最終コーナーのみ。ここで中尾がキングに急接近。これがラストチャンス。果たして。おー、やべやべやべ、あぶねー、セーフセーフ、あぶねー、楽しい、素晴らしい。いや、これね結構熱くなるね。いや、楽しいです、これ。コースのリアル感はもう そのもの。あ、そうですか。そのもの。サーキットにこうレース見に来る方も事前にこのゲームでちょっとこう走っとくと、また見方も、ね、そうですね、自分が見た、あ、こういう、ここをこうやって走ってんだっていうのは感じれるからいいかもしれないですね。あの、俺たちの気分になれるんで、これ結構なれますよね。屋外ブースではキッズカート体験会も開催。モチュール無限 NSX で戦う武藤秀樹も駆けつけ、子供たちにカートの楽しさを伝えた。中尾と谷口は引き続き車好きを捜索。ちなみに結構車見ました。結構車見ました。なんかすごい、これは気になったみたいな車あります。やっぱソアラ欲しいですね。ソアラ、ソアラ、ソアラ。もしあれば、まあ、大丈夫です、大丈夫です。案内していただいても。マジで。この後大阪らしいこってこてのカスタムカーが続々登場。おー、確かにこれはこっちがいい。欲しい、欲しいですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お目当ての車は来ました。あった、これ。おー、確かにこれは何は集がします。めっちゃかっこいい。これがかっこいい。欲しい、欲しいですね。プライベートで乗りたいです。プライベートで乗りたい。それはこってこてにカスタムされた懐かしのトヨタソアラ。90年代というか、漫画に出てくる感じですよね。リアウィングもかなり癖が強い。もし関係の方ですか？オーナーです。オーナー、オーナーさん、オーナーさん、この車が彼が特にありがとうございます。いっぱい見た中で一番印象に残ってるということで今今日来ましたけれども、大きく張り出したフロントスポイラーやオーバーフェンダーなど
ボディ全体をカスタムしながらも、カスタム費用は材料代の20万円だけ。オーナーが2ヶ月間手間暇をかけ仕上げた力作だ。一通りいろいろ見て回りましたけれども、はい、面白いですね、このオートメッセ。ね、まあ、あのいろんなジャンルの車好きの方が、はいはい、まあ、来場していただいて、まああのまあ、お目当ての車がね、まあ、あったわけですよね、はい、普段からソーラー好きなんですけど、まあ、やっぱり現実で見たらもっとかっこいいなと。いや、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや、面白かったな。2月9日、日産は今期のスーパー GT 参戦体制を発表。そのドライバーラインナップに衝撃が走った。レクサスで2度のチャンピオンを手にした平手浩平が日産に電撃移籍。チームはクラフトスポーツ。さらにそのパートナーは2013年14年にホンダで戦ったフレデリック・マコビッキ。2013年から5年間レクサスで戦ってきたジェームス・ロシターがパルソニック・インパルに加入。佐々木大輝とコンビを組む。ヤンマーデンボローは近藤レーシングに移籍。高星光則と新タッグを結成。モチュールは変わらず松田継夫とロニー・クインタレッリ、不動のコンビでタイトル奪還を狙う。そして一番の衝撃は、数々の栄光を打ち立ててきた本山聡が日産の GT500 を引退。近藤雅彦監督が本山聡について語った。僕はね、まあ、みんな同じこと言うんじゃないかなと思うけど、新加入のヤン・マーデンボローについて近藤雅彦監督に聞いた。ちょっと頭がいい子だと思いますね。非常にぶつけないし、まあ面白いコンビだと思いますよ。日産 GT500 を引退する本山聡については、まあみんな同じこと言うんじゃないかなと思うけど、チームをこう引っ張っていく力が彼にあったんだと思うね。よくね、去年まで現役でバリバリなんか日産のドライバー引っ張ってくれてたんで、もう感謝しかないですね、うん。サーキットクイーンが重大発表。サーキットクイーンから大切なお知らせ。岡山国際サーキットでは4月13、14日の2日間、2019年スーパー GT の開幕戦となる岡山 GT300 キロレースを開催します。またスーパー GT 開幕戦を前に、2019年 GT マシンのテストやイベント盛りだくさんのファン感謝デーが3月16日17日に開催されます。皆さんぜひ岡山国際サーキットへお越しください。スーパー GT 開幕までついに2ヶ月を切りました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ちゃんと包み込んでくれてるから、運転してても多分ベストバイ最新カーグッズがっちり買いましょう。